キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。おりりりりりりりゃー、えいえい、雪合戦楽しい。でも少し疲れちゃった。一休みしない？いいよ。うん、あれは誰か倒れてる。嘘、見に行ってみよう。え、もしかしてサンタさん？こんなところで寝てたら風邪ひいちゃうよ。寝てたわけじゃないと思うよ。何のに？嘘、プレゼントを配る準備してたら足を滑らせて怪我しちゃったんだって。それじゃあ今日のプレゼント配れないじゃん。今日中に直すのは無理だよね。そうだ、僕たちが配っちゃおうよ。それはいいアイディアかも。天才クモリンの手にかかればちょちょいのちょいだよ。うん、サンタさんどうしたの？ふむふむ、この地図を見て配ればいいんだね。もう渡してきていいの？プレゼントを配るのはみんなが寝て夜になってからだって。オッケー、僕たちが無事にプレゼント配れるようにいいねで応援してね。よし、いい時間だね。クモリンは寝ちゃダメだよ。だって僕いつもはこの時間ベッドの中だもん。じゃあ早くこのプレゼントを届けて家に帰ろう。わーい、まずはここの村からだね。クモリンサンタ行きます。ほいほいほーい、メリークリスマース。こっちもプレゼントどうぞ。おいしく食べてね。終わった、僕も全部渡せたよ。でもまだプレゼントたくさん残ってるみたいだけど。あ、間違ってバナナ置いてきちゃった。こら、僕置き直してきます。今度はちゃんと置いてこれたよ。じゃあ次の場所に向かおう。オッケー。あれ、ここら辺なんだけど家が見つからない。おかしいな、場所は合ってるはずなのに。この地図の場所って海の中？海の中？海の家とか面白いね。どこにあるんだろう。プレゼント渡しに行こう。よいしょっと、これで大丈夫だね。次行く。今度はマグマ？こんな危険な家にも届けに行かなきゃいけないの？仕方ない、頑張ろう。ねえ、入り口ないよ。これじゃ入れないじゃん。すいません、開けてください。ちょっとプレゼントはこっそり届けなきゃだよ。でも、あ、わかった。え、何がわかったの？これってもしかして、ちょ、危ないよサンさん。ほら大丈夫。何が大丈夫なの？このマグマ、フェイクマグマだったんだよ。嘘。じゃあ通れるんだ。すごいすごい。こうやってセキュリティを置いてるんだね。ミニ、こっちにもなんかあるよ。渡らないと先に進めなさそうだね。それなら僕がよっ、いやー、タイミングを合わせてよっ、うわー、もう難しすぎるよ。何回も挑戦するしかないね。よっよっ、やったーやったー、渡れたー。結構時間経っちゃったね。急がないと。不審者が入れないように見張りを置いてるのかな。火の玉熱いから当たりたくない。でもなんとかして進まないと。も、僕不審者じゃないです。あー、ただ走って渡るだけじゃ無理そうだね。これじゃ先に進めないよ。他に隠し通路がないか探してみよう。わかった。ん？このスイッチは何か見つかったの？やっぱり隠し扉だ。これでやっと家に入れるね。よかった、無事プレゼント渡せてよかった。次はどこに配りに行くの？
次は宇宙？何ですと？しかも家の場所高すぎない？ここが最後の家だし、頑張るしかないね。このブロックを登っていくの？奈落が丸見えで怖いよ。うわ、クボリン大丈夫？なんかこの床穴開いてる。ここは気をつけて渡らなきゃね。今度はこの上？ここ高すぎるよ。あくびが。クボリン、急に眠気が来ちゃって。ここであくびするのはダメだよ。足元に集中して。集中。いけた。やっとこれだ。あとはここからどうやって。ん？何これ？わあ、それ、なんか急に飛ばされたんだけど。ジャンプ台だよ。あの家に向かってうまくジャンプすれば。なるほど。ピョーン、降りた。最後の一人にもお届け完了だね。あとはサンタさんに報告しに行こう。うん、みんなはサンタさんにプレゼントお願いした？したよってお友達はいいねを押してね。他にもやってほしいことがあったら LINE で教えてね。サンタさん、プレゼント配り終わったよ。すごいでしょ。僕たち頑張ったからサンタさんのプレゼントはすっごいもの頼んじゃおう。すっごいもの？バナナ100億個ください。そんなにもらえるわけないわ。そうだ、プレゼントのお願いはほどほどに。ここは一体どこだろう。なんだか怖いよ。もうクモリンがあんなことするから。さあさあ見て見て。どうしたの？なんか面白そうなの見つけた。恐怖の館へご招待？なんかすごく怖そうだよ。さあさあ一緒に行こうよ。早く早く。あ、待ってよ。そしたらこんなとこに来ちゃったじゃん。もうくお腹すいたな。こんなところ早く脱出してバナナ食べに行こうよ。バナナ速攻で脱出してやる。って何の音？何かの足音みたい。ここ開いてるよ。誰かいる。すみません、ここから脱出する。もう一体いるよ。僕の最強の剣で倒してやる。おりゃー、なんとか倒せたね。まさかゾンビが出るなんて思わなかった。わっ、なにこれ。これは動かなさそうだね。こっちの剣のが強そう。これは鉄の剣だね。やった、新しい剣ゲット。これがあればもっと楽に倒せそうだね。こっち行ってみよう。クモの巣がこんなに。なんだか気味が悪いね。武器が入ってるよ。今度は弓だ。これで遠くにいる敵もへっちゃらだね。頭を回すだって。頭？これじゃない。動いた。これでいいのかな。何かいる。これハロウィンのかぼちゃだね。あ、敵だよ。あ、痛い。多すぎるよ。やられちゃったね。敵が多すぎるよ。今度は僕に任せて。いやー、僕の見せ場少な。僕がほとんどやっつけたからね。このままじゃ今日何にもしてないことになっちゃう。うわー、何？毒状態になっちゃった。早く治さないと。そうだ、こういう時はミルクを飲めばいいってつくぼが言ってた。危なかった。さんさん見てやれ。これは怪しすぎる。曇りソードを準備して。おりゃー、わー、この館どんだけ敵潜んでるの。え、なに？雲の巣に捕まって動けない。どんどん落ちていくよ。下マグマだよ。落ちたくない。
敵だけじゃなくてトラップにも気をつけなきゃね。こんなのどうやって行けば。あ、レバーがある。こんなとこに。これで進めそうだね。慎重にジャンプ。ちょっとクモリン、こういうのは一歩一歩慎重にやった方が確実だよ。次は気をつけるよ。よし、クリア。次行こう。スイッチを押すときに気をつけろだって。どういうこと。あれがスイッチかな。押しちゃえ。ちょっと待って。もう落とし穴だったね。気をつけてって書いてあったでしょ。あれ、こっからどこに行けばいいの。あ、あれ、さっきもあったやつだ。回しちゃえ。ちょっとクモリン、慎重に。って開いてる。クモリン天才です。2つの部屋を見つけろだって。よし、探すぞ。1つ目。2つ目。いい調子だね。早く先に行こう。道が開いてる。急げ急げ。これはダイヤの剣だ。これでどんな敵も倒せるね。次は7つのレバーを押せばいいみたいだよ。1個目。2個目。簡単だね。これでラスト。隠し通路だ。さあ、どんな敵でもかかってこーい。痛い。何、上から弓矢で攻撃されてるよ。狙いを定めて。いけ。やったー。え、まだいたの。やられた。リベンジだ。すごいすごい。これでようやく全部倒したね。僕お腹ペコペコだよ。いつになったらバナナ食べられるの。こっからどうすればいいの。敵は全員倒したんだけど、どこかに隠し通路とかないかな。早く脱出してバナナ食べたいのに。どこだ。何かあった。隠し通路だ。これで先に進めるね。さっきの石像だ。動かないって分かってても怖いね。あ、顔だ。なんか気味が悪いね。全然怖くないよ。ウィザーを起こさないで脱出しろだって。ウィザーって何。確かつくもが言ってたんだけど、マイクラのボスみたいなキャラクターらしいよ。そんなのがここにいるの。起こさないように慎重に行こうね。なにここ。牢屋みたいだね。レバーだ。ちょっとクモリン、なんかいっぱい出てきた。あー、やられちゃった。さっきの何。ウィザースケルトンって言ってすごく強い敵だよ。今度こそ超最強スーパークモリンだ。そんな、もう絶対無理だよ。諦めちゃダメだよ。ここは僕が。おりゃーおりゃー。さあさあ、すごい、かっこいい。どんな敵が来ても僕が倒してあげる。じゃあ先を急ごう。あそこ空いてるよ。これを押せば先に行けるはず。じゃあ押しちゃおう。い、開いたって。なにこれ。マグマの池になってる。ここを落ちないように進んでいくんだね。うわー、これはなかなか大変だね。スーパーサンさん頑張って。ここを脱出して一緒にバナナを食べるためにも頑張るぞ。ここまでは順調だ。絶対にクリアしてやる。あー、こっちまでドキドキするよ。あとちょっと。サンサン、いけるよ。やったー。なんで、せっかく最後まで行ったのに。次やればいけるよ。うん、
ならもう何でも乗り越えられそうだね。余裕だよ。なんか新しい剣ゲットしたよ。あ、メザライトの剣だ。マイクラで最強の剣だよ。やったね。これがあれば楽勝だよ。よし、どんどん行こう。うわー、何が起こったの？いきなり床が開いたよね。こんなのどうやって進めばいいの？見て、横にはしごがあるよ。こんなの気づかないよ。はんはん、隠されたトロッコを見つけろったって。それに乗ったら外に出られるんだね。頑張って探そう。まずは右側を探してみよう。行き止まりじゃん。じゃあこっちだね。わ、高い。今回こういうの多すぎるよ。落ちないようにしなきゃ。クモリンが珍しく慎重になってる。一回も落ちずに行けたね。これでバナナにまた一歩近づけた。これでさっきの行き止まりが開いてるかも。ついにトロッコかな。開いてない。せっかく苦労してスイッチ押したのに。どうすれば先に。ってあった。一番上の階まで登ってきたね。リマだ。えい、危ない。落ちるとこだったね。今度こそトロッコ出てきて。お願いします。あ、かぼちゃのかかしだらけになってる。あ、トロッコだ。これでやっと外に出られるね。早く乗ろう。これどっちに乗ればいいんだろう。こっちにしよう。レッツゴー。ジェットコースターみたい。もしかしてこっちだったの？わーい、すごい速いね。このトロッコが一番楽しい。僕も。到着。はしごを登って自由にしてください。しかしまだあなたを悩ませます。だってまだ終わりじゃないの。とにかく行ってみよう。外だ。やっと館から出てこれたね。でも特に何もないね。悩ませるって何が起きるんだろう。これかな。何も変わらないね。きっとあの本が間違ってるだけだよ。わあ、ゾンビだ。なんかいっぱいいるよ。なんで。多すぎるよ。今度こそ終わりだね。あの家に向かおう。着いた。ついに脱出成功だね。ダイヤがいっぱいだ。これでいっぱいバナナ食べられるね。ダイヤでバナナ買いに行ってくる。クーモリー待ってよ。はやぶさキャッポー。ヒューヒュー、楽しいね。うんうん。お飲み物はいかがですか。バナナジュースで。次はサンクラ駅。サンクラ駅。あ、僕たちの町だ。降りなきゃ。乗った時はついてなかったような。どうせ飾りでしょう。出発進行。イエイ。うわー、そんな。僕たちのハヤブサがめちゃくちゃに。キャッキャッキャ、引っかかったな。ノイズ、もうやめてよ。やだに。こら、逃げるな。どうしよう、サンサン。しょうがない、また作り直せばいいよ。でもまた爆発されちゃうかも。確かに。そうだ、お空に作ろうよ。それいいかも。でもただハヤブサ作るだけじゃつまらないよね。お空に作るから飛行機とかどう？いいねいいね、決まりだ。早速作っていこう。まずは新幹線の前の部分を作った時みたいに作ってみよう。覚えてないの？じゃあゆっくりおさらいしようか。そうだね。必要なものは水色のコンクリート、白色のコンクリート、黒のガラスブロック、普通のガラスブロックの4つ。
先頭は水色のコンクリートを一つ、床は白色のコンクリートを使って、その上からまた水色のコンクリートを乗せていって、お空を見るためにガラスブロックを置く。下にも一つ置いちゃうよ。天井を水色のコンクリートで閉じれば終わり。床と天井の部分にはコンクリートをさらに足しておくと、ぺったんこな飛行機にならないよ。いい感じ。次は胴体の部分。これも新幹線の時と一緒？そう、前の部分から後ろへコンクリートブロックを使ってつなげていくよ。下は白いコンクリート、上は水色のコンクリート。あれ、こんな感じだったっけ？おかしいな、何か足りない気がする。バナナ。バナナはいらない。あ、そうだ、赤紫色のコンクリートが足りない。どんな色？これこれ、新幹線作った時に真ん中に入ってた色だ。これを一マス分だけ入れるとできた。あとはガラスブロックで窓をつけたら胴体の完成。ナイス。今度は飛行機で一番大事な羽とエンジンを作るよ。待ってました。これは大きな三角を両側に作ると羽っぽくなるよ。パタパタ、僕も一緒に飛びたい。みんなにも羽があったらお空を飛べるのかな。飛べるかも。でも飛行機ってさ、僕たちよりもずーっと重いのに飛べるんだよ。すごいすごい。って言ってる間に羽完成したよ。そうだそうだ、下にはエンジンもつけないと、動くとここがぐるぐるするんだって。ずっと見てたら目が回る。じゃあ気を取り直して後ろの部分を作ろう。オッケー。右と左と上の3箇所に小さい羽をつけるよ。さっきの羽の半分くらいの大きさかな。このくらいかな。そうだね。残り2つもつけちゃおう。できてる。コモリン天才です。最後に中を作ったら完成だね。みんなが座れるようにたくさん椅子を置かなくっちゃ。運転するところも作らないとね。そうだね。せっかくだしここで飛行機に関するクイズを2つ出すよ。望むとこだ。第1問、飛行機はなんで白色の飛行機が多いでしょうか。雲、お空の雲と一緒だから。はずれ。違うの？目立つようにするためです。そうなんだ。じゃあ僕たちのハヤブサ飛行機って夜はあんまり見えないじゃん。確かに。続いて第2問いくよ。飛行機に雷が落ちました。さあどうなる？壊れちゃうに決まってるよ。墜落しちゃうよ。ブブー、ハズレだよ。また外した。飛行機には飛来針っていう針があって雷から守ってくれるんだよ。クモリン物知りだね。すごい。実は前につくもから教えてもらったんだ。よし、サンサン椅子置けたよ。オッケー。じゃあ上の照明はシーランタンにしてみようか。プール作りした時に使ったやつだよ。そういえばそうだった。あー、すごいキラキラ。こういう使い方もできるんだね。みんなも試してみてね。あとは運転席も作れば、はやぶさ飛行機完成。やったー。はやぶさと飛行機が一緒になったよ。かっこいいね。ガッガッガ、オレ様さんじゃう。って、あいつらはどこだ。なんだ、空から声がしないか。なんだあれは、飛んでんじゃねえか。これじゃあ俺様がいたずらできないぜ。そうだ、次は俺様も空を飛べるように練習だ。うわうわ、もう朝か。ん、なんだこれ、手紙かな。誰からだろう。挑戦状。チカチカ、サンクラワールドはエンダードラゴンによって滅ぼされることだろう。この不幸を招きたくなければエンドに行きエンダードラゴンを倒せ。うん、
え、僕たちのワールドがなくなっちゃうの？どうしようどうしよう。さんさんおはよう。え、そんな顔してどうしたの？朝起きたらこんなのが枕元に置いてあったの。エンダードラゴン。え、なんだっけ？マイクラのボスモンスターだよ。あ、そうだった。どうにかしてエンダードラゴンを倒さないと。なるほど、僕たちもこの通りに進めればエンダードラゴンを倒せるかも。確かに。おすすめの武器は山頂にある伝説の武器を使え。何それ。これは最後に探しに行こっか。わかった。キャッキャッキャ、あいつらまんまと騙されてやがる。俺様の計画のためにせいぜい頑張ってくるんだな。じゃあまずはネザーから行ってみよう。ネザーってどうやって行くの？このネザーゲートってやつを作ると行けるようになるよ。なるほど。はじめに水とマグマを使って黒曜石を作るんだって。マグマを溜めたところに上から水を流すとじゃーん、黒曜石完成。これを10個作っていくよ。どんどんどーんと。こんな感じ。最後に木打ち石と打ち金を使ってゲートを開く。おー、なんだかっこいい。いつもの最強装備を着たらネザーにレッツゴー。頑張るぞ。よし、着いたね。ここで何するの？まずは青い森でエンダーマンを倒すと手に入るエンダーパールをたくさん集めるんだって。エンダーパール？この暗い緑色のボールみたいなやつだよ。なるほど、オッケー。青い森は近くに。さあさあ、なんか変な色の木が生えてるよ。あれ何？あ、あった、青い森。クーモリン天才です。エンダーマンはいた。黒くて細長いモンスター。ワープしてる。僕もワープしてみたい。キュンキュンキュシュシュシュ。それじゃあ全然ワープできてないよ、クモリン。うっそー。でもエンダーパールを使うとワープできるとか。本当？僕でもできる？できるできる。おー、気合い入ってきた。おにゃー。いいね、クモリン。僕もいっぱい倒すぞ。えい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 。めっちゃ逃げるじゃん。待て待て。一匹倒すのもほんまに大変なのか。もうワープばっかりずるい。ゲットしたエンダーパールは10個か。あと何個必要なの？あと10個くらいかな。こんなに頑張ったのにまだ半分しか集まってない。なかなか落とさないからね。そんな。でも僕たちの町がなくなるよりはマシだよ。そうだね。もう少しだけ頑張ろう。うん、えい、えいえいえい。このこのこの。よし、このくらいあれば大丈夫そうだよ、くもりん。よかった、これで帰れる。それがまだネザーでやることがあるんだよね。え、これで終わりじゃないの？次はネザー要塞のブレーズを倒すと手に入るブレースロットも集めないと。なにそれ。さっき通り道で見かけたから行ってみよう。ここだ。真っ黒なお家。ブレーズはどこだ。あ、見つけた。わ、なんか強そう。怖いから弓矢で攻撃してみよう。わかった。いい、なんか飛んできた。火の玉嫌だ。盾をうまく使って避けないと。あ、そっか。えいえい、こらえブレイズ。よし、やっつけた。この調子で倒していくよ。ブレイズロットもたくさんゲットできた。あー、そうだ、ブレイズにバナナ焼いてもらえばよかった。バナナ？焼きバナナ。焼きバナナどころか焦げバナナになっちゃうよ。それは美味しくない。そんなことよりお家に帰ろう、クモリン。うーん、やっと帰れる。ネザー、バイバーイ。着いた。さっき取ってきたエンダーパールとブレーズロットでエンダーアイを作るんだって。わかった。この作業台でブレーズロットをブレーズパウダーにクラフトしたらエンダーパールとブレーズパウダーをさらにクラフトして完成。ってあれ、クモリンがいない。ヒュンヒュンヒュン。ちょっと何してるのさ。エンダーパールでワープして遊んでた。もう貴重なエンダーパールなんだからあんまり使わないでね。あ、なくなっちゃった。クモリン、あー、ごめんなさい。もう一応エンダーアイは
がこれで足りるとは思うけど。よかった。あとは伝説の武器を探さないとね。そうだね。この地図に書いてある山に向かってみよう。レッツゴー。ここか。落ちないようにゆっくり登ってみよう。はーい。ねえねえさんさん、伝説の武器って何が入ってるか予想しようよ。なんだろう。僕はね、超大きなダイヤの剣。そんなの見たことないよ。そっか。僕たちの持ってる武器だって十分強いのに、これより強い武器なんてあるのかな。まあ上まで行けばわかるか。じゃあたどり着くまでのお楽しみに。だね。ワクワクするね。やったー、山頂に着いたよ。伝説の武器は、ベッド。おかしいよさんさん。そんな、ここまで来たのに。騙されたんだよ僕たち。いや待って、なになに。また新しい手紙が入ってる。なんですと。ベッドはエンドで使うと爆発する性質を持っている。その性質をうまく使い攻撃せよ。だってさ、ベッドって寝るだけじゃないんだね。これは早く行って確かめるしかないよ。うん。ゲートの場所はここにしようかな。エンドオープンと呪文を唱えるとエンドに繋がるゲートが出るらしい。なんかかっこいい。行くよ。エンドオープン。わあ、本当に出てきた。すごいすごい。ここにエンダーアイ埋めていくと開いたよ。よし、エンドに行く準備は整った。行こう。クモリン絶対倒してやる。戦闘開始だ。ベッドはいつ使うの。エンダードラゴンが下に降りてきた時にベッドを置いて爆発させるんだって。早く降りてこい。あ、降りてきた。こっち。ここに穴を掘ってベッドを置く準備をするよ。ホリ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 。黒曜石を2個置いたらそこに向かってベッドをドーン。うわ強っ。さすが伝説の武器だね。このまま同じことを続けていくよ。はいはーい。ほらほらドーンドーン。もう少しで倒せそう。この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 。いけー。もしかして倒した。平和を守ったぞ。僕たち最強。あ、急いでドラゴンの卵も持って帰ろう。これか。えい、あれ飛んでた。ドラゴンの卵はこうやって下に松明を置いてからブロックを破壊して落としてあげないとアイテム化しないんだって。そうなんだ。ドラゴンの卵もゲット。わいわい。これで安心してお家に帰れるね。そうだね。僕たちの町ただいま。ノイズ？なんでここにいるの？その卵、俺様によこせ。ダメ、絶対あげない。それに、なんでこの卵のこと知ってるのさ。そりゃ、俺様が仕組んだ罠だからな。そんな。じゃあ、あの挑戦状も全部？ギャッギャッギャ、ここまで持ってきてくれてサンキューな。もう！ジェリー、ほーらやった。あ、待って、返してよ。やだよ、この卵でまたエンダードラゴンを召喚して俺様の配下に置くのだ。ほらほら早く生まれる。ちょっと、大事な卵になんてことするのさ。あら、3人で何してるの。つくぼ、ノイズが僕たちの卵でエンダードラゴンを産ませようとしてるの。あらあら、それはドラゴンの卵なのね。そうさ、つくぼ、お前もここからドラゴンが出てきたら怖いだろ。本当に出てきたら怖いけれど、その卵からエンダードラゴンが生まれてくることはないわよ。なんだと。だってそれただの飾り物だもの。嘘だ。嘘じゃないわよ。なんだ、よかった。びっくりした。くっ、この野郎。次こそは俺様がドラゴンになってお前らを驚かせてやるんだからな。そうだ、覚えとけよ。サンサンキッズゲームス。